どうもユッキーです。久々に体重を測ってみたところですね、体重は60キロ切ってましたね。なぜか骨格筋率がやけに高い。体年齢25歳、俺今31歳なんですけど、 BMI も前回確か22ぐらいだったはずなんですけど、だいぶ落ちましたね。骨格筋率ってどういう意味なんだこれ。骨に対してのあの筋肉のつき方がろくでもねえっていうことなのかな。高いってことか。マイナスイメージなのか。もしくはその筋肉の量が多いのか何のかわからない。骨格筋率だからわからんな。だいぶ下がってましたね。で、身長も測ったんですけど、身長がね、170センチぴったりぐらいでしたね。以前はね、171センチぐらいあったんですけど、1センチ、減りましたね。ということで、おつ。